コッペガニ15匹買ってきました。これから、コッペガニの食べ方の見本を見せます。コッペガニに食べるときに必要な道具は、スプーンがあれば大丈夫です。ちっちゃなティースプーン、これ一つでいけます。あとは柄を入れるボールと、あとこの刺身醤油があるとすごく美味しくなります。で、忘れてはいけないのが、赤ワインです。赤ワインがめちゃくちゃコッペガニには合います。まずはワインで口を湿らせます。乾杯。はい、コッペガニ食べます。はい、まずこの2本目の足から食べます。これ取りますよ。でここからが味噌なんですけれども、このままこうかじります。で取ると、で次ここをポキッと折ります。でここもかじって折ります。でここ取りますね。でここは食べるとこないんです。このままこう差し込んでニュッてやれば身がこのすごくきれいに取れます。でこのまま食べると、でこのちっちゃい方の関節にはこのあまり身がないんですけれども、これはもう本当にポキッと取ると少しだけこう出てくるんで、しがんで終わり。じゃあ次も行ってみましょう。折る、かじる、折る、かじる、折って捨てる。でこのまま押し込む。これ、このパターンでコッペガニは非常に美味しく食べれます。たまに失敗もしますが、おおむねこの通り食べれます。で、あっという間にこの片足分が消費できました。この、爪の方はこのもうほとんど食べるところがないのでもうしがむ程度にいいと思います。もう本当に食べるところないで、ちょっとじゃあ次は歯が丈夫じゃない人の向けのためにこのハサミを使った方法を教えします。このこっちの足もこれこのまま固定をゴジッと折りますね。で切るのはここですね。はい、ここのところにこうハサミ入れます。飛ばないようにこういうふうにハサミカット入れますね。はい、で次もここもこうハサミ入れます。こういうふうに、まあ、普通にこう打ってる感じみたいな感じでやるんですけれども、次この、関節のところもこっちもパコッと折りまして、先の方からこう入れてやるとこううまい具合にスコッとカニが飛び出てきまして、これを食べるだけ。ただ量が少ないのでこう歯で折ってしがむ方が美味しく味わえます。
で、まあ、足を食べ終えたらワインでまた口を直しをします。次にこの外子ですね、外に出てる卵です。これの食べ方をお教えします。これはもう思いっきりこの手でガチッとやっちゃってってください。はい。でこの横についたこのビラビラを取るんですけれども、まあその時にこの卵も取れますので、卵も一緒にこのビラビラと一緒にこう食べると、うん、おいしい、うん。でただこれちょっとあんまりも塩気だけしかない卵なんで、この刺身醤油をちらっと吸ってきたらして食べるともうさらに美味しくなります。外子には刺身醤油が最高に合います。うん、この部位が変わるごとにワインを楽しむと最高にうまいです。次にこの中身ですね。これ中身はまずこうベラッとこう2つに分けます。この、この中身とこの甲羅の裏、この甲羅の裏には味噌がたっぷり詰まってますけれども、この食べ方として味噌ここだけじゃなくて、この、頭の後ろに、非常にたくさんの、味噌とあとは、内子が入ってますので、それをほじくり返せます。でスプーンのこの甲の方でこうほじくり返すと取れます。この甲の方を使ってこう甲羅に沿って出すとたっぷり取れますんで、これをスプーンですくって、このカリ味噌と、内子が入ったのこのミックスされたのがもうめちゃくちゃうまいんで、これをいただきます。うまっ、うん、でこれまたもうほじくると奥からこの内子が出てくるので、それをしっかりといただきましょう。うまい。で食べたまたワインで、でこの内側なんですけど、まずここの下の部分をこう取ります。はい、ここにもいろんな味噌がついてるのでいただきますね。はい。で次にこの肺の部分を取り除きます。このなんかこうボサボサしたこの細長いやつなんですけど、これを取り除きます。もう手でやっちゃいましょう。はい。この白い部分は食べても食べれなくてもどっちでもいいです。食べてみて苦手やったら捨てたらいいですし、食べれそうやったら食べてください。別にそれは何も味がしないです。はい。でこういうふうに、まあ横のこの肺をしっかりと取った後にですね、真ん中からペキッと折ります。ペキッと折ると中にこの、味噌と内子がしっかりとついていますので、まずはこれをこう、うまい、この内子とワインがめちゃくちゃ合うんです。
で、このカニの身なんですけれども、こんなのほじくって食べてるとすごく時間がかかりますし、美味しいのはこの汁もなくなってしまうんで、このままこうこっちその内臓側からこうしがむんです。こうしてで次反対側から、で、こういう色にもほとんど見えなくなりました。反対側も一緒でこう、まずは味噌をいただいてから、はい、以上で、セコガニの食べ方終わりです。